ラクキパール軍はアメリカ合衆国ミネソタ州の南西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は7259人であり、2000年の8067人から10.0%減少した。軍庁所在地はマディソン市であり、同軍で人口最大の都市でもある。ラクキパール軍の軍名は、話す湖を意味する。 ナコタ族インディアンの言葉のフランス語訳である。ウィスコンシン大学とロバートウッド・ジョンソン財団による2011年の研究では、ラクキパール軍がミネソタ州で最も健康な軍とされていた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は778.05平方マイルであり、このうち陸地764.87平方マイル。 水域は13.19平方マイルで、水域率は1.70%である。軍の北側境界は、ミネソタ側であり、ミネソタ側の支流であるラクキパール川とイエローバンク川も、軍内を流れている。ラクキパール郡には、ラクキパール湖など7つの湖があり、その中の一つは、サウスダコタ州にまたがっている。 人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。